皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。ロペピクニックスマホショルダーバックブック、開封したいと思います。はい、開封いたしました。中にはスマホショルダーバッグ本体、そして取り外せるショルダーストラップ、そしてこちらのブック入っております。カラーは4色ありまして、私はこちら、もちろんルマンドカラー購入したんですけれども、その他にブルーとライトグレー、そしてチャコールがあります。でチャコール、まあ、黒ですね。黒はあのローソン、そして書店でも販売しております。はい、それでは詳しく見ていきたいと思います。ご覧ください。まず正面の下の部分、こちらですね、ゴールドのブランドロゴ、 R はこれはルマンドの R ですね。ロペピクニックと片押しのゴールドのロゴが入っております。はい、そして素材は PVC 合皮が使われてまして、こうちょっと柔らかめのソフトな合皮レザー調の生地が使われております。で前面のこちらがスマホショルダーということで、ここでスナップボタン仕様になってまして、ここに入るということですね。でさらにここに D 缶ついてますので、キーホルダーなど、まあ、推し活がはかどるということなので、推しグッズなんかも吊るしておくといいですね。例えばこんな感じになるかと思います。それでは早速スマホを入れていきましょう。こちらケースなんですけど、 iPhone 13 Pro シリーズのケースですとこれくらいのサイズになります。こうですね。でこの辺の余裕もありますので、特にこう窮屈感はありません。で、あとここのボタンを止めてあげるということなんですけど、止めるときこうキュッと押さえてあげないといけないので、ちょっとこっち側に指を入れてここでパチッという感じでしょうかね。で取り出すときもこちらを外してこう取ってあげるということです。続いて今度はプロマックスシリーズの大きめサイズのケース入れますと、ここまで来ますね。ギリギリな感じになっております。でこちらのボタンを止めますと、はい、このボタンちょっと毎回止めるのはちょっと大変かもしれませんね。まあ、こんな感じでこれがあるとこう簡単に落ちたりしないのでいいんですけどもね。はい、プロマックスシリーズのケースも十分入ります。そして念のためアルフォートも入れておきましょう。アルフォートを入れますとやはりちょっとはみ出てくるようなサイズになりますので、このボタンが止められないという大問題が発生しております。はい、ですのでアルフォートを入れる際はご注意ください。はい、そしてスマホを入れた横にこういったペンを挿しておくことも可能となっております。そして裏側をご覧ください。裏側背面にはこのように小銭ポケットついております。ゴールドのジップが付けられ、このような持ち手になってますね。はい、この持ち手は個人的にはちょっと指が痛くなるのであまり好きではないんですけども、はい、このような可愛いのがついております。でジップの動きも問題ありませんね。で中の方をご覧ください。で内側のこの生地はポリエステル生地が使われております。で小銭入れをこのように使う時にやはりちょっとこう傾いたりしますので、このベルトがついているのはやはりスマホが落ちにくくなりますのでいいですね。それでは小銭今20枚持ってきました。じゃらっと入れますとご覧ください。まだまだたっぷりと入る収納力となっております。でこの開口もですね、こうちょっと広めにこう開けられますので、手がこれくらい入りますので、まあ、小銭を取り出す時も容易に行えます。ちょっと深さがありますので奥の方ちょっと見えにくくなるかもしれませんが、はい、特にそれほど問題にはならないかなと思います。はい、そしてここに D 缶が2つついてまして、ショルダーストラップ、まあ、こんな感じで上の部分についている仕様となっております。でストラップ、まあ、このタイミングで見ておきますけど、サイズ調節もちろんできます。で取り付ける金具はこのようなタイプなので簡単に取り付け取り外しが行えます。ストラップも合皮素材が使われ、ちょっと細めのものになっておりますけれども、はい、まあ、この辺りどうですかね。強度的にはこんな感じで取り付けられております。それではメイン収納を見ていきましょう。こちらとこちらの2層構造となってまして、まずこちらから見ていきますね。ジップをこのように開けていきまして、ここまで開く仕様になってまして、ガバッと開きますとこのように収納がたっぷり登場します。順番に見ていきますと、まずこちら側、透明なクリアポケットですね。はい、まあ、推し活はかどるということなんですが、まあ、写真とか推しのアイテム入れておけますね。
さらにこっち側にもクリアポケットが1つついております。でその上にはカートポケット 1,2,3 つついていて、でさらに横幅いっぱいのポケットが2段あるということですね。まあ、この辺にはチケット関係分けて入れるのにぴったりかと思います。そしてさらにこちら、お札が入る、はい、お札入れですね。収納一番下までありますから、たっぷりと入る収納となっております。ご覧の通りこちらたっぷり収納あります。さらに、もう一層ありますからね。こちらを開けていきますと、はい、こちらはですね半分くらいまでしか開きません。こんな感じ、メイン収納、ここにお札入れてもいいかもしれませんね。でここに内ポケットが1つついております。でこのようにちょっとマチもありますんで、コスメ収納としてもいいかもしれませんね。はい、あとはですねこのメガネとかサングラスとか入れる、まあ、それくらいのマチは備わっております。それではいろいろ入れていきますけど、まずこちら、クリアポケット、推しのアイテムとか私特に持ってないんですけど、皆さん何を入れますでしょうか。はい、特に入れておくものなかったので、とりあえずミーさんに入っていただきましょう。1リットルミーサイズとなっております。もう少し分かりやすく言いますと1ルマンドサイズとなっております。ということでこちらのポケットはこんな感じで開きますんで、写真とかそういう薄いものだけではなくてちょっと厚みのあるものも入りますね。で続いてこちら行きましょう。まずカードポケットから行きます。カードポケットはこんな感じで縦に入れられます。横幅これくらいに余裕がありまして、まだ2枚ぐらいずつはまだまだ入りそうです。はい、仮に1枚ずつ入れて、ここにもカードを入れてみましたけれども、はい、こんな感じで入るスペースです。はい、そして上の部分には今2枚ずつ入れて6枚、そしてここにも1枚で7枚入ってますけれども、もうちょっとくらい余裕あるかもしれませんね。はい、3枚ずつくらいだったらなんとか入りそうです。はい、さらにこちらにもスペースがありまして、まあ、ここは千円札がギリギリ入る、そんなサイズになっておりますので、チケット類ですね、ここにまとめて2段ありますので入れられます。こっち側も千円札がギリギリ入るサイズになっております。はい、そしてお札に関しましてはここに入れるのが普通なんですけどね、ここにこんな感じでかなりこれ深くて広いので、お札入れとしてはちょっと大きすぎる感じですね。なのでこう縦入れしてこのように入れておいてもいいと思います。まあ、使い勝手としましてはここをこのようにしまっている状態でこう吊るして、こう開けて取り出しますからね。まあ、こう縦入れしておいた方がこう取り出しやすさではいいかもしれませんね。まあ、使い勝手については後でまた検証してみたいと思います。続いてこちらの収納を見ていきます。こっち側はですねこのように先日のクレイサスの、バッグみたいな感じになりますかね。このようなここポリエステル生地になっております。まあ、ここもそうですね。内ポケットとメイン収納があります。でここにこのようにお札を入れておいてもいいですし、あと こっちですね、ここにお札とかチケット類ですね、薄めのものを入れておくことができます。はい、さらにはスマホをここに入れてもいいですしね。まあ、基本的にはアルフォートを入れておくのをおすすめします。はい、あとはこういった、いつも入れてますけど除菌ジェルとかハンドクリームとかこういう、リップとかですねコスメ系のアイテム、小物類を、このように立てて入れておきますね。マチがこれくらいありますのでちょっと厚みのあるものでも入ります。でこのように、締めて、はい、このような感じになりますね。はい、で今ちょっと何回か開け閉めして気になっているのはこの内側の、この部分ですね。この部分がちょっとだけはみ出してきたりとか、まあ、これも個体差あると思うんですけど、ありますので、やはりこう回す時にちょっとたまに引っかかるのがあるかなっていう、はい、まあ、そういったところは個体差が出てくるかなと思いますね。ご覧いただいた通り収納力たっぷりのスマホポーチとなっております。それではここで先日から紹介しておりますこのスマホポーチ、3つ比較してみたいと思います。この2つは先日比較しましたけれども、いろいろな意見そして、好みが分かれてくるところかと思います。それではサイズに関しましては、こちら高さ方向に関してはこんな感じになっております。まあ、どれもほぼ同じような高さになってるかなと思います。スマホ入れた感じとか、だいたい似たようなサイズでしたんでね。はい、そして厚みに関しましてはこのロペピクニックは全体的な2層構造になってますので、より厚みが感じられる、
はい、まあ、そんなサイズになっております。でこの部分のマチに関しましても、ここよりもちょっと広いですし、でこっち側よりも広いので、だいたい全体的にボリューム感のあるサイズになっております。はい、念のため上から見た感じはこうなってますね。で下から見ますとこのような状態です。はい、でこの表面の質感に関しましては、このロペピクニックかなり柔らかいソフトな合皮になっておりますので、どちらかというとこっちのクレーサスの質感に似てるかと思います。でこのクレーサスの方は、キルティングということで中にちょっと綿が入ってますのでふかふか感がありますけど、こっちはそういうのはありませんので、よりちょっと薄い感じの仕様となっております。で穴水の方は先日も言いましたけど、中に板入ってますので、ちょっと固めな印象になってます。表面の柔らかい感じで言えばこのクレーサスと似たような質感ですね。はい、そして一つずつ比べて並べておきます。このような違いですね。でこちら側は、はい、まあ、このような違いとなっております。はい、まあ、どちらかというと、まあ、これはカジュアルな感じですね。こちら高級感ありますね。こっちは可愛さ重視といった感じでしょうかね。はい、それではこちらのバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。今回私購入したのはルマンドカラー、薄めのカラーとなっていて、とても上品で素敵なカラーになっております。まあ、その他チャコールと、あとライトグレーとブルーと、4色展開になっております。で横から見ると、そして後ろ側はこのようになっておりまして、この上の部分で2つ吊られて、はい、ショルダーが付けられます。で今一番長い状態にしました。で肩掛けしますと、これくらい斜め掛けにしますと、ちょうどいい感じで来てくれます。はい、で使い勝手見ていきましょう。まずスマホですね。スマホはここボタンパチッと開けまして、このようにスッと取り出すことができます。で入れるときはちょっとこの辺を手で持ってあげて、スッと入れて、ここでまたパチッと止めてあげるということになります。この止めるときはちょっとだけ、手間がかかるかなという感じですね。でこの止めるときにキュッと押し付けると、ちょっとスマホ傷つけちゃうんじゃないかという感じなんですけど、このボタンの裏側はですね、このように、生地1枚ありますので、直接金具が当たらないようにはなっておりますね。そしてここにチャームなど付けられる D カンついております。はい、で続いて裏側の小銭入れなんですけど、まあ、ここはスッと開けまして、こうですね、普通のお財布の小銭入れを扱うかのような、そんな感じで使えるので、これは便利だと思います。収納力もたくさんありますので、小銭に取り出すの便利ですね。ちょっとお札も中に入れといてもいいかもしれませんね。1枚2枚。お札に関しましては今ここに入れております。メイン収納の、この前の部分ですね、ここをこう開けまして、今縦にお札入れておきましたので、こんな感じで抜き取ることができます。1000円5000円でこう選んでこう抜き取ることができます。で、取った後も入れる時もですね、こう、はい、このようにスーッと、はい、入れていくことができますので、お札はこのように縦入れしておいてもいいかもしれませんね。そしてここまでガバッと開けまして、こう開いて、まあ、こう取り出す、横に行くことももちろん可能となっております。まあ、その場合はこの辺が、全部見えてくる形にはなりますけど、カードも一緒に取りたいときは、まあ、ここを開けてですね、取り出すことになります。まあ、こんな感じで手で持ちながら、こうこっちはカードはこう取るといった感じですね。でこの部分をこう置いて、ここのチケットを取るときは こんな感じで取り出すような、はい、使い方になってきます。でここをまたパタッとして、はい、ジップをこのように閉めまして、前面のこの収納力もたっぷりありますし、使い勝手も特に、はい、使いにくさは感じられません。はい、続きまして後ろ側のこの収納ですね。ここはもうジップをこのようにぐるっと開けまして、そうしますとこんな感じでちょっとこう半開き状態といいますか、開いてきますので、ちょっとこう広げてあげて、中から例えばこう除菌アイテムとかハンドクリーム取り出したりとか、はい、そのような感じで使えばいいかなと思います。で内ポケットもありますので、お札ここに入れといてもいいですし、まあ、ちょっとしたチケットとかですね、あとはハンカチとかそういった小物を入れといてもいいと思います。そして使い終わったらまたジップを閉じてあげるということになります。
ます、はい。まあ、想像以上に使いやすいです。で今ここ、上から吊られてますけど、まあ、この位置に吊られているのもですね、特にこうグラグラしませんし安定感もありますので収納力も抜群ですし、この前面の収納のこのジップがここから始まってるのもいいですね。下からぐーっと開けていかなくてもいいので、ちょっとここだけ開けてここからお札とかチケット類とかですね、さっと取り出せるっていうのは非常に便利じゃないかなと思います。先日紹介した穴水のものはここからこうギューッと開けていかないと、まあ、ちょっと取りたい時も、はい、このジップの動きがちょっと長めになってますんでね。でこのクレーサスもどっかこの辺りからこう開けないといけませんからね。そう考えるとこのポーチはここでスッと開けて、この中のその隙間からチケットとかそういったものを取り出しやすいので便利じゃないかなと個人的には思います。ということで推し活がはかどるスマホショルダーバッグ、ローソンの方で販売しておりますのでぜひチェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。ここまでロペピクニックスマホショルダーバッグ紹介いたしました、はい。スマホショルダーバッグ何個も出てますけれども、こちらはですねやはり収納力が魅力ですよね。でお財布機能も備わっておりますので、推し活にお出かけするときに本当ぴったりなバッグになっているかと思います。そしてカラーもですね、これから春先使いたくなる素敵なカラーが揃っておりますので、今4色から選びますからね、ぜひローソンに行ってちょっと色味も見てみてください。はい、その他何か不明な点とかもしございましたらコメント欄に残していただければ、また補足もできる限りしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画いいなと思ってもらえましたらグッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。